消したらいかん、消したら。よいしょ、バッテリーはまだあるね。これ他おねのなんとか、よいしょ、おあそこよ、おお、10キロ、1時間半もかかってるなら、もうちょっと急がなきゃいけん。せめて90分で行きたいな。あ、90分じゃないな、75分か。まあ一回90分で、こんなもんか。なんかある神社が、あー、いかん、靴下が汗で、なんとか教和田舎寺天満宮、稲の数、田んぼの五穀豊穣ですか。待ってください、大沼神。また踏切が鳴ってますね。まだだよね。違うね。あの勢いだとまだ先だな。電車は、駅はまだ止まらない、まだ止まらない。もっと先か。
はい、めっちゃきつい。どういうこと？右でしょう。やばい。やばい、全然走れない。山のことぶきですか、これは。書いてるのは酒屋さんか、ここ。お、あった、大木駅。なるほど。よいしょ。あ、まっすぐだね。お、まさかの。よいしょ。はあ、はあ、あーい。なんか飲む。まだいっか。飲んでたもん。靴下がやばいね。よいしょ。ああ、小銭がない。よいしょ。
これ靴下がほら、なんかびちょびちょや。ついで言うとこれもだ。汗止めのつもりが。気がある。分時間が過ぎていく、やばい。で 1.4 キロ金島駅、とりあえず金島駅。よし、それお、今11キロ。なんだったら11キロね。萩王冠は65キロ。しかも山だぞ。ここを右と、さあ、まっせ、なんかあるぞ。
小金子やん。あれ、ずっと今待てたのかな。やばい、今カメラ回っとったばい。バッテリーまだ大丈夫ね。薄く見えてるのは本番なんかな。よりは見えないかな。あそこ、あれ、
じゃあ、おお、あそこ高取山だな、一番高いとこ。お、12キロ。お、来ましたよ。来ましたら横で待っておこうかな。どっちかな。あ、あっちだ。お、あののんびりはあそこが駅かな。天城から独立って書いてる。大牟田。そうか、一鉄天城線言っても大牟田とね、天城とか車からとかか、神宮じゃないんだよね。あ、あれじゃないか。JR と違って一鉄だから駅と駅の間が短いね。記念碑が、何の記念碑？整備事業か。あ、あった、駅。ここだ。金島駅。あれ？反対かな？あ、入り口も行こうか。
変なのがいる。金島小学校、ここですね。金島駅は島駅。ああ、よし。次は10時か。2.2 キロ先で大関駅。ここはまだ久留米なのか。あれ、これはどっち側？金島交差点、あ、これか。左に行くということね。休憩。ここか、歩道橋は消えてるじゃん。ここから2キロか。行った方がいいのかな。足が13キロ。
面白くないな、ここ路地裏に履きたいね。あ、いたさ、ちょっと靴下、ちょっと待って、靴下履けないか。こんなに靴の中が、夏だ。お、幸四郎病院、幸次郎病院、上城病院。中学の時の担任の先生、名前。よいしょ、クマ、あれ、クマ、クマシロ、ホスピタルと書いてる。熊代病院っていうのか。